い、今日はですね広島市中区で見つけた春の風景ご紹介したいと思います、はい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 、こちらですね広島市を流れる天満川のほとりの風景なんですが、うん、私ここよくねウォーキングします山本さんのウォーキングのところにこの、はい、ひっそりと咲いている桜です。里桜、ねはい、という園芸品種の桜の木が植えられていてちらほらと咲いていました、はい、もう咲いてるんですね桜がね。そうなんです、このちょっとなんですけど、はいはい、で近くにあるソメイヨシノのつぼみはまだ硬そうだったということで、ね、はい、はい、あでも咲いてますね。結構咲いてます。山本さんはウォーキングしながら見つけた。私夜歩くんでねあんまり見てないですね。なるほど、夜だとちょっとわからないかもしれないですね、はいはい、であの山本さん、日本気象協会の最新の広島の開花予想は3月21、はい、321開花でしたね、ということなんですけれども、はい、平年より4日ほど早い予想ということで、はい、うん、まあこれぐらいになるんですかね。そうですね、まあでもあんまりね早いのがいいってわけではないと思うんでね、はい、まあ季節通りに桜ね咲いてほしいなと思いますけど、はい。